タートライン上は現在も向かい風が続く水面状態となっています。第4レース予選競争の開始です。対戦メンバー1号艇長崎北村ねね、2号艇福岡日高いつこ、3号艇東京伊能夏希、4号艇愛知谷川理恵、5号艇大阪高橋敦美、6号艇兵庫上り美彦、以上6名の対戦です。今日から追加参戦となりました1番の北村、休みは終えての一本持ちです。1コースに入ります。そして2コースが2番の日高、昨日陰線は勝ちきれず2着、そして3コース3番の伊能、今日ここ1回乗り、今日から勝負がけとなりそう。昨日2連帯と挽回してきました4番谷川、4コースの角、今節初のダッシュ戦は5コースに5番の高橋、昨日後半はスタートから攻めましたが3着前線、6番の上りが6コースからです。スタートまで10秒を切ります。第4レース進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コース2番の日高トップスタートを切りました。少し1番の北村伸び返します。イン先は1番の北村、まくっていくのが3番の伊能、ちょっと1マークは振り込んでしまった2番の日高は大きく後退です。先頭争いは1番の北村、外一定審査3番伊能です。スタートは前提正常でした。その後ろ3番手内から4番谷川で2マークの旋回、先頭で1番の北村が抜け出す、2番手外を回る3番伊能届きません。ここで先頭2番手差が開きました。その差は3停進、レースは2周目に移ります。3番手は4番谷川、後ろ差が開いて4番手争いは5番の高橋と6番の上り、最後方離れて追走2番の日高です。先頭1番の北村ここでも抜け出してリードは3手進と変わらず、2番手追走3番伊能です。少し3番手から4番谷川差を詰めています。その差2、3番手は3手進差、2周に幕の旋回、内から競りかけて4番の谷川ですが、ここは3番伊能をかわす、しかし差がだいぶ詰まってきています。4番谷川追い詰めてこれから最終周回です。先頭1番の北村はリードを広げます。そして2番手追走3番の伊能、差は2手進半ぐらい、最終1幕の旋回、3番手から追いかけますが4番の谷川ここでは外を回る展開、差が詰まりません。2番手は3番伊能を守ります。差は4手進近くまでここで広がってきています。これから最終ターン幕、1番の北村が逃げました。そして2番手追走は3番の伊能、最後も3番伊能が2番手守りきります。1番3番4番の組み合わせ 95.3 倍です。先頭1番北村五輪、3番伊能五輪、4番谷川五輪、5番高橋五輪、6番上り五輪、2番日高五輪、